Yep. みなさん、ありがとうございます。すいません。花草です。今日は、またヒアロンさんの、注入、実際に今始めたいと思います。やるっていうのをやりたいと思いますね。で、患者様は、実は、今、僕もどなたかわからなくて、今、ちょっとお話、ちょっと5分ぐらい前にお会いして、お悩みとか伺ってた感じになりますね。うん、で、っていう感じで、まあ、ちょっとね、リアルな感じでこうやっていきたいと思いますね。はい、皆さん、声聞かれてますか？聞こえてますでしょうか？続々と見ている方が。はい、ありがたいです。皆さん、すいません、本当に。今日、頑張ってやりたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご質問とかあればぜひぜひコメントいただければ。あ、そうですね、はい、ぜひご質問いただければと思いますね。そうなんです。じゃあ、早速ちょっと患者様のからちょっと僕これいただいてもいいかしら。はい、すいません、よろしくお願いいたします。で、今何かお悩みがあれば教えていただいてもいいですか？はい、目の周りが全体的にこけてきたのと、あとこめかみのこけとか頬もこけてきているのと、あとはもうこのたるみのラインですね。で、あとはもう口元は全体的にちょっと下がってきてしまっていて、このほうれい線とか、マリオネットもそうなんですけど、昔は真顔の時にもう少し口がまっすぐだったんだと思うんですけれども、最近真顔で口がへの字になってきている感じが気になります。この口がへの字でちょっとこう斜めになってきたっていうお話ですよね。はい、そうです。これちょっと面白くて、今まで私あんまり解説してなかった切り口なので、ちょっと解説してもいいですかね。なんかご高齢の方ってだんだん口がこう手の字にこうなってくる方っていると思いません？見たことあると思うんですよ。これってどうして、その耐えてるだけじゃなくて、下に引っ張ってる口角下正筋っていう筋肉が過剰に働く、ここの口角挙上筋よりも挙上筋群、上に引っ張る口角って上に引っ張ってる筋と下に引っ張ってる筋が拮抗して綱引きしてるんですけど、徐々になぜかこう下に引っ張ってる筋の方が優位になってきて、ほんでこうへの字になっていくんですよね、口がこういう感じで。で、その下に引っ張る強さも左右もちろん差があるので、こう斜めになってきたりするわけですね。これはね、実は簡単にボトックスで解消できて、僕もすごいおすすめの治療なので今日やってみたいと思います。はい、でね、悲しいからね、結果が出るのが4日後ぐらいなんで、今日はちょっと結果わかんないんですけど、この口角下正筋のね注射っていうのは基本的にはね、やって悪いことはほとんどなくて、米国の先生とかだとほとんどルーティンでやってたりするかなっていう感じですね。え、楽しみです。やっていきたいと思います。はい、お願いします。で、あとまあこう目まあこめかみで、まあ見た感じこめかみで目まあ上のとこ入れるかどうかだけどね、まあちょっとせっかく機会なので少しお入れしてみましょうか。で、目の下、あと頬、ここがちょっとこけてきた。まあちょっとでいいと思いますね。で、ここ目の頬のたるみ、ほうれい線、マリオネット、あと顎もちょっと入れるとすごくいい感じですね。うん、これはね、いい結果いろいろあると思いますので、はい、楽しみです。ちょっとね、がっちりやっていきますので、はい、お願いします。お願いします。で、で早速ちょっとやる前に告知で、久我山院、今、M22 ステラ、最新のフォトフェイシャルですね、多分一番最先端だと思うんですけど、それの 10% オフをキャンペーンをやっています。で、朝課題、朝課題は、HIFU の Q プラスの、はい、進化版の ZI、埼玉県初らしいです。そちらもね、10% オフキャンペーンやってるんで、後でストーリーとか見ておいてもらえれば、それ告知してるので、ぜひ、久我山院と朝課題に、問い合わせていただきたいんですね。で、ヒアロンさんは三鷹でもやってるのと、火曜日は久我山院でもやってるので、三鷹か、まあ、そのあたりちょっと、はい、あ、でも各院やってますけどね、ちょっとね、今推しはね、推しっていうか、ち
ちょっとね、そちらもしよかったらご連絡いただけるといいかなと思いますので、はい、ぜひご覧ください。先生のインスタとかで告知されてますね。そうですね、はい、告知してるので、まあ、もしよかったらと思います、はい、ちょっとしつこく一番最後また告知すると思いますけど、はい、もう洗顔はお済みなので、マーキングからやっていきたいと思います。で、写真はね、実はさっき私いただきました。ここちょっと内出血ならないように、こう慎重に血管の走行とかを見てやっていきますね、はい、お願いします。お願いします。そうね、なんかこのマーキングって、あ、まっすぐ見てくださいね。マーキングってすごい地味だから、なんか店のマーキングって何かしら、かっこいいマーキング、かっこいいマーキング、かっこいいマーキングの立つ姿勢とか難しいですね。結構いい感覚で、あ、本当ですか、ありがとうございます。何か質問ある方はぜひコメントください。そうです、ぜひぜひ。なんか皆さん多分どうなのかなと思って見ておられるんだと思うんですけどね、うん、どのくらい入れていくかとかわからないところでいらっしゃるかもしれないですね。ねえ、うん、そうそうそう、まあちょっとね、そうそう、このマーキングしてる時とか、なんかこう特にこう皆さん見るもんがないから、こう視聴者さんが離れていっちゃうんじゃないかなと思って心配しながら、ね、ほぼちょっとやってます、皆さん見てくださってますね。あ、本当ですか、はい、いや、ありがたいですね。なんかね、僕の、手前味噌になるんですけど、僕のヒアロン酸の注入って結構なんかドクターの方が見ていただいてるみたいで、うん、それでなんかすごい良かったとか、うまいですねとかこう言ってもらえるので、うん、もしよかったらドクターの方も最後まで見ていただけると、はい、参考になるかなっていう感じがしますね、はい、コメントいただけまして、ヒアルロン酸入れる前で麻酔入れますかと。あ、はい、もちろん麻酔をやるので、麻酔のところもぜひ見ていってくださいね、はい、あとヒアルロン酸の持続効果はどのくらいですか。まあ、だいたい1年と思っておいていただくといいかなと思いますね。入れる箇所は先生が個人に合わせて決めてくださるのですか。あ、もちろんです。もうお任せって言っていただければやりますので。やっぱその方によって全然量違ったりするんですか。あ、そうですね、たくさん入れた方がいいかなって思う方と、まあ、ちょっとほどほどにしといた方がいいかなっていう方がおられますね、うんうん、そうなんです。その点は先生のに任せた、あとご本人のご希望とっていう感じですかね。あ、そうですね、はい、入れれば入れるほどいいってわけでもないわけでもないと思ってますね、はい、あんまり極端に入れすぎると、はい、まあ、良くないっていう話もありますよね、はい、やっぱり何事もほどほどが一番で、はい、ちょっといただいてもいいですか、はい、皆さんご続々とありがとうございます。今マーキングするとこんな感じですね、こめかみ、目の周り、頬で、割と私の好きなここの頬の外側、ここを入れる理由って、ここに入れるとこうマリオネットのところとか顔全体が割と引き上がりやすいんですよね、こういう風に。なのでここはね、私割と重要視してるポイントですね、うん、で、ほうれい線、マリオネット、あと顎のところ、顎のところはね、こう横から見ると結構わかりやすいんですけど、顎のライン、ここね、こうなってた、あ、ちょっとね、顎が弱くて、こうなってた方が綺麗だと思いますね、皆さん。横顔が。では、こういう風にちょっと作りたいなと思いますね。ありがとうございます。では、早速、始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。では、恐縮ですが、こちら、横になっていただいてもいいですか。先生、ダウンタイムはどのくらいですか。ダウンタイム、まあ、内出血になれば1週間ぐらい、内出血が引くのにかかるんですけど、なんか、あれですね、まあ、内出血にならないことの方が多いですけどね、うん、まあ、ほとんどない、ダウンタイムがないときが多いと思います、
やっぱりさ、あのいつも通りボトックスからいこっか。うん、あ、ただなかったんか。うん、あ、あるね。あ、ごめんね、ありがとうね。やっぱりね、このボトックスからいくっていうのはこだわりで、あのすごいこう焦ったり集中したりすると、はい、ボトックスと局所麻酔を間違える先生がいるんですよね。だからその一番そのなんていうかな、余裕がある一番最初にこうボトックスやるっていうのが割と、こだわりっちゃこだわりだったりしますね。同じ透明な液体ですもんね。そうなんです。硬いから。なんかね、押す時の感じが。局所麻酔とこれほら局所麻酔とボトックスって全く同じなので、はい、見た目、ね。両方透明な。そう。だから。あの局所麻酔と思ってボトックス打つと医療事故になっちゃうんで、はい、うん、なんかとにかくそこの間違いだけは避けたくて、はい、うん、さっき言ったね、への字になってる口とか口が曲がってるのを修正していきたいと思います、はい、口がこうちょっと斜めになってるっていうことはこっちのね、ここがちょっと強いんですね、この口角下正筋が、うん、ちょっとお冷やし今アイシングですかね。そうですね、アイシングしてアイリス大山の宣伝にもなっています。コメントが来ております、はい、30前半ですが、ほうれい線、鼻の横から口角までが目立ちます。この場合、はい、ボトックスとヒアルロン酸どちらがおすすめでしょうか。あ、ヒアルロン酸の方がおすすめですね。すごくヒアルロン酸がおすすめだって。ちょっとごめんなさいね。やっぱりね、あのヒアルロン酸からだと思いますね、うん、で、口角下正筋っていうのは浅いところにあるので、これ油っぽも吐きしておいてくださいね。すいません、あのもう危ないんでこれ捨てちゃいます、これ、はい、うん、そうそう、ということはもう残りは、局所麻酔しかないので、はい、局所麻酔をやっていきます、はい、うん、じゃあ丸つけてるところを冷やしていってくださいね、うん、局所麻酔も地味だからな。先生、このモデルさんの場合でかかる料金を知りたいと思います。はい、大体20万弱ぐらいかな、3本プラス、うん、あのカニラで20万弱ぐらいと思っておいてください。モデルさん頑張ってとコメントも来ております。いいですね、ありがとうございます。ちょっとしますね、今局所麻酔中ですね、うん、はい、ちょっとね、あとで自分の打ち方、そう、質問で、目の青クマの場合、ヒアルロン酸とスネコスどっちがいいですか。青クマね、うん、僕はね、どっちかというとヒアルロン酸の方がいいのかなと思ってるんですけどね、スネコスってやっぱり吸収されちゃいますからね、うん、浅い小じわとかにはいいけど、やっぱりなんかこう影になっているクマのことだと思うんですけど、はい、それの場合やっぱりヒアルロン酸でしっかり治した方がいいかなっていう感じですかね。まずヒアルロン酸やってみて、かなっていう感じですね。患者さんもお綺麗な方なので変化が楽しみですね。あ、ありがとうございます。そうですね。しっかりバチッと結果を出せるようにやりたいと思います。じゃあレフトからいきましょうか。これもいいんじゃないですか。効果はどのくらい予測しますか。あ、効果はだいたい1年ぐらいと思っておいてくださいね。ちょっとずつ少なくなってくるってイメージですか。そうですね、ちょっとずつ減ってくる感じですね、うん、こちらじゃあまあ1年経って気になってきたらまたやれば。あ、そうですね、もうあの1年ごとにっていう感じでいいと思いますけどね、うん、はい、うん、ボトックスは効果どのくらいなんですか。ボトックス半年なんですけど、うん、入れてるうちに効果の持続期間は長くなっていくのは普通ですね、うん、半年おきに持続繰り返すっていうのも全然大丈夫ですか。そうです、はい、ごめんなさい、失礼いたします、はい。
僕の場合半年入れていくと徐々にこう入れる間隔が長くなっていく印象ですね。ヒアルロン酸です。ヒアルロン酸、このね、こめかみはね、まあ、あの大事な位置で、ここはね、まあ、基本的には入れたい方がいい人が多いかな。うん、このこめかみがね、こけてくるっていう現象は結構あって、こめかみがね、ふくらするとやっぱり若々しく見えますよ。うん、ほら、ほら、こっちがこけてるけど、こっちがふくらしてるのが、そうですね。お分かりいただけるかと思います。じゃあ、ここ行こうか。ごめんなさい、ちょっとさっき痛かったと思います。ごめんなさい。ヒアルロン酸はどんな種類入れてるんですか？ヒアルロン酸はこれはね、また例のごとくリフトって言って、はい、あの一番アレルギーが少ないやつを入れてます。先生おすすめの。そうなんです。まあ、一番いいってわけじゃないんですけど、はい、その なんせこうアレルギー反応が一番少ないのが特徴で、うんうん、リスクが少ないっていう。そうなんです。あのアレルギー反応をこう全部溶かさなきゃいけなくなっちゃうので、うんうん、なんかそれってすごい申し訳ない気分になっちゃうので、うんうん、このヒアルロン酸は結構柔らかめなんですか？固めなんですか？あの今骨状に打っていってるのが、はい、あの分かりいただけるかと思うんですけど、はい、これはねあんまり柔らかいやつ打たずに硬いやつでいきますね。なんかこう骨みたいにこう硬いやつ。ちょっと手を進めますね。やっぱ部位によって硬い方がいいとか柔らかい方がいいとかあるんですか？まさにそうですね。最初にちょっと硬いやつを入れて、うん、であのなんとなくこうまず深いところを先にしょやって、はい、あとあとこう柔らかいやつを入れていくっていう風にやってますね。OK ですね。じゃあ次は顎のところかな。ヒアルロン酸のリスクやダメリットを教えてください。これね、やっぱりね、リスクはまず内出血することがあるのと、あとデコボコ凹凸ができたりすることもあるのと、あとやっぱり入れすぎると不自然になりますよね。あとあとやっぱりでも最あとはね、血管めったにないんですけど、重篤なリスクは血管閉塞で、血管に刺しちゃって血管にヒアルロン酸入れることで、その支配領域、血管の支配領域を壊死させてしまうっていうのが一番怖いダメージですね。あとはアレルギーです。はい、入れることによってヒアルロン酸に対するアレルギー反応が出ることがあるんですね。はい、そうなんです。だからね、そこはね、ちょっと注意しなきゃいけないというか、はい、こうやっぱりこう慣れてるところでやるべきなんですよね、ヒアルロン酸って。稀にあるんですね、やっぱり血管詰まっちゃったとか。そうなんです。血管閉塞はやっぱりまあ、めったにないんですけど、うんうん、あるとすごく重篤なので、注意しなきゃいけないんですけど、はい、まあ、こう慣れてるドクターがやる限りはほとんどないですね。うんうん、で、面白いことに、はい、アレルギーって体質じゃないですか。はい、でもこのアレルギーも上手い人と未熟な人だと上手い人の方がリスク少ないんですよ、アレルギーも。それはなんでなんですか？そんなこと、これはですね、はい、バイ菌、清潔操作が関係してるって言われてますね。こうやっぱり慣れてない先生だったら、やれこう、やれ刺してやれ、うん、なんかこねくり回しちゃうんでしょうね。慣れてればこうスッスッていくので、感染リスクも、このヒアルロン酸にこうバイ菌がつくリスクが少なくて、うん、ヒアルロン酸にバイ菌つくと、そこのバイ菌を駆除しようと思って免疫細胞が寄ってきて、でこうアレルギーの原因になったりするって言われてるんですね。なるほど。そうなんです。今痛いですかっていう質問が来ておりますが、お痛みどうでしょう？全然我慢できる範囲です。よかったです。ありがたいです。うん、次ちょっと、ほうれい線のところとか行きましょうか。うん、次はこうカニューレを使ってやっていこうかなと思いますね。やっぱり先生によっても痛さとか変わってきそうですね。慣れてない先生は何回も刺しちゃってとかも多いですよね。はい、
悩んでる先生のところでやることをお勧めします。平野さんはそうかもしれない、はい、平野さんだけはそうですよね、はい、長い針ですね。そうなんです、あの長くてこうかつあのあれなんですね、あこう、穴を開けて、はい、うん、清潔なところにしまって、鈍針って呼ばれるんですよね。鈍針ですね、鈍針、はい、これあの先がねこう尖ってないんですよね。先に尖ってるまで穴を開けて、お、そうなんです、入れるって形ですね、入れるっていう形で、はい、でこうちょっとすごい痛いです、こうピッて今患者様がビクッてされたの分かると思うんですけど、はい、この鼻の横のところまで針がいった証拠ですね。で今ほうれい線の治療をしていきます、はい、ここはねまさにこうさっき申し上げた顔面動脈っていうのが走ってるところで、うん、針でやると結構危ないんです、うん、なのでこう鈍針でやって血管を刺さないようにこうやってるっていう感じになりますね、うん、簡単な処置なんですけど、それでもこう手を、うんうん、やっぱクリニックによっては細かくさ先生もいますよね、ヒアルさん。ああ、そうです、そうかもしれないですね、はい、うん、こっちの方がリスクも減り、あと針穴も一箇所で済みますもんね。そうですね、はい、あのただまあ、今ほうれい線なんですけど、はい、ほうれい線も僕もあの人によってはこう何箇所も刺す場合もありますね、やっぱ患者様によって。なんかあの今回の患者さん様って、はい、あのなんかあのこうなんか教科書的にこうな打ちやすいこう顔立ちなんですよね、うん、そうそう、ちょっとそのあたりなんかちょっとあの言語化しにくいところで申し訳ないんですけど、痛いです、口が閉めてきますよ、ナースさんがトントンしてくださるので安心します。お、そういうポイントもあります、そういうポイントもあります。そう、いや、ありがとうな、そうそう、見たかいんです、見たかいんです皆さん見たかいんで、ピアノさんをお願いします。火曜日は久我山院でも大丈夫です。仕上がりが楽しみですとコメントが来ています。あ、よかったです。え、あの結構バチッとしたいい結果を出せると思います、うん、全体でこれは何分ぐらいかかりますか。今日あのこれあの普通だと、まあ、全部で10分もあれば終わるんですけど、今日はこういろいろこう解説しながらやってるので、まあ、2、30分かかるかなっていうふうに思いますね。普通だとね、もっとスイスイっていう感じですね。カニオレの痛みも全然我慢できる感じです。よかったです。これがさっき言ってたこう頬の外側のところ、これは割と僕あの好きな位置ですね。お見合いで先生の予約は確実に取れないと言われました、どうしたらいいでしょうか。いや、あれそうなんです、あの僕の予約って結構埋まっちゃいがちで、あのそうなんです、あのまあちょっとごめんなさいとしかすいません、あのなんかあのちょっと受付の時に言っていただいて、はい、あの空いてればちょっとあの体験するようにいたしますので、適宜お問い合わせくださいという形で、そうなんです、あのなるべくちょっとあのご希望のある方は体験したいなって思ってるんですけどね、はい、新宿院でも花澤先生にやっていただけますか。あ、もちろんです、新宿院はよく出ているので、これのキャップのさ、これなかったらやんでいいですよ、あたり、うん、ほうれい線だけヒアルロン酸を打つのはやらない方がいいですか。あ、いや、全然ありですよ、あのぜひあのほうれい線気になる方はほうれい線からやるのがもう基本ですね。私も頬のコケにヒアルロン酸入れるの好きですという方がいらっしゃいます。あ、よかったです、そうですね、頬のコケとかやっぱり一番いいですよね、いい適応の一つですよね。ちょっと痛いです、ごめんなさい。方の方ですね、今のコメント。あ、ありがとうございます。
私も大宮でレーザー治療の時トントンされて安心しましたとコメント来ています。あ、よかったです、嬉しいです、そう言っていただけると。今もトントンしております、うん、トントンとても安心します。いいですね、ありがとうございます。よし、じゃあ、やっていきましょうか。で、まあ、今で、まあ、半分強ぐらい終わりましたかね。でもね、これ皆さんちょっとあの最後ね、こうコツがあるので最後までぜひ見ていってくださいね、はい、もうあのくまなく公開いたしますので。そう、あのね、最後にね、ちょっと、ね、コツがあるんですね。コツがあるんですよ、声を大にして言いたいコツがあって、最後までちょっとぜひご覧ください。そうなんです、あの次じゃないので大丈夫そう、なんか最後まで見てくださいって言って最後まで見てもなんか大したことなかったなって言うのじゃないと思います、多分ぜひ最後まで。そうなんです、ちょっと申し訳ないんですけど。眉間のシワもボトックスよりヒアルロン酸がおすすめですかっていうコメントがあります。軽症だとボトックスだけで、で重症になるとボトックスとヒアルロン酸両方です、ね、併用した方がいいですね。併用ですね。首のシワもヒアルロン酸なんですか。あ、首のね、縦シワは、縦のシワはボトックス、横のシワはヒアルロン酸なんですね。同時施術もできるんですか。あ、もちろん同時の施術もありますね。ちょっとパイルを使っていきましょうか。カニエレで鈍針で入れられるところは鈍針で入れて、はい、で鈍針で入れられないところだけ、針で入れるという感じですね、はい、ピアピアある、うん、眉間のシワ入れるとしたらボライトですか。あ、ボライト、ただボライトはそうね、まあ、ボライトでもいいと思うんですけど、まあ、一応あの僕だったらこうあのレスチレンシリーズのことが多いかなと思いますね、ぜひ皆様からコメントお待ちしております、うん、あ、ぜひぜひ、はい、じゃあ放射線を冷やしてちょうだい。うん、次の部位はどこに入れるんでしょうか。次はこうちょっとあのほうれい線の仕上がり見て、はい、あのやっぱり微調節はこう針の方がいいので、うん、あの微調節はちょっとしていきたいと思いますね、はい、でもね、実はこういうのの方が難しいんですけどね、うん、でこう針をこうなるべくこう動かして血管にの中にヒアロン酸を注入しないようにこうするわけですね、うん、うん、ちょっと痛いですね、先生。全然痛くないです、大丈夫です。あ、よかったです。先生もそうですね。ちょっと盛られてたそうです。チクッとだけします。ちょっと目の上、まあ賛否両論ある位置なんだと思うんですけど、はい、ちょっとだけあの目の上取り出していきたいと思います、うん、まあちょっとあの入れすぎなければいいと思ってるんですけどね、うん、なぜ賛否両論があるんでしょうか。なんかね、やっぱりこう重くなるからとか、うん、なんかこう、いろいろ賛否両論あることあるんですけどね、うん、まあでもちょっとだったら全然いいと思いますよ、うん、ちょっとマリオネット冷やしておいて、この麻酔が効いてくるまでの間にちょっとマリオネットをやっていきたいと思います、はい、ヒアルロン酸注入後気をつけることとかありますか。特にはないですね、うん、触ったりしない方がいいんですか。そうですね、あの触ったりはしない方がいいと思いますね、うん、あの自然に馴染んでくるものなので、うん、触ったりこうちょっとね、あの気になってこう押したりとかっていうのもやめといた方がいいかなっていう感じですかね。ボトックス打った後も同様ですか。あ、そうですね、あれなんかその日はお酒飲めませんとか、なんかあの運動できませんとかあるんですけど、あの科学的な方もほとんどなくて、あの内出血になってなければ別に何やっても OK かなっていう感じですね。
目の上もレスチレンですか？はい、あ、目の上は僕はあれですね、リデンシティ2っていう一番昔ながらのやつを使ってますね。このね、昔ながらのやつを使ってるのってアップデートされてないからじゃなくて、アレルギー反応が少ないから使ってるんですね。で、分かってるやつだけを使ってる感じになりますね。なんかね、僕のところって全国からアレルギーを起こしちゃったっていう患者様がこうたくさん来られるので、はい、なんかね、アレルギー起こすとやっぱ嫌だなってすごい思うんですよね。なんかね、とにかくこうアレルギーを起こしにくいやつを選んで使ってますね。で、じゃあ、さっきお話ししてたリデンシティの2を使っていきましょうか。うん、なんかこう美容医療においてやっぱり一番大事なのって元よりも悪くならないっていうのが何より大事っていうふうに思ってるんですよ。こうアレルギー起こっちゃうと元より悪くなっちゃう時があって、アレルギーでボコボコ腫れちゃいますからね。だからそれだけはね、すごい避けたくて、本当はもっとテクスチャーいいのもあるのも存じ上げてるんですけど、なんか そのリスクをね、その元より悪くしないってい こうポリシーがあるので、それでこういうまあ、ちょっとややこうオールドなやつを使っておりますけどね、アメリカの先生とかね、割と僕と同じ意見の人結構います。はい、なんか新しいのどんどん入れる先生もいらっしゃるじゃないですか。そうですね、そうですね。うん、なのでそれが悪いっていうのは、うん、っていうつもりは全然ないんですけど、うん、まあ考え方の差だと思いますね。ポリシーとしてとてもでも安心できますね。あ、そうなんですよ。うん、まあ絶対こう元よりは悪くしないっていう、うん、安心してこれますね。そうなんですよ。で、じゃあちょっとやっていきます。はい、うん、次のね、この目の上をちょっとやっていきたいと思います。はい、この、ね、目の上とかがね、こう膨らんでくる方もおられるし、こけてこられる方もおられるっていう感じですね。で、こけてこられる方はまあ、ちょっと足してもいいかなっていう。で、まあ、これはね、入れすぎは厳禁で、ちょっと物足りないかなぐらいの方がいいです。入れすぎちゃうと腫れぼったくなっちゃう。腫れぼったくなりますもんね。うん、で、なんていうかな、ここもね、さっきの、なんか自分語りキモいかもしれないですけどさっき の原則と同じで、なんです、入れすぎ、なんか物足りないのはギリ OK で、入れすぎてなんか入れすぎてなんかおかしくなるのってこう最悪っていう風な認識なんですね、うん、僕は。入れすぎて溶かすとまた全部溶けちゃう。そう、また全部溶けてまた一からになりますもんね。で、そうこうしてるうちになんかね、なんかちょっと関係が悪くなってとかって最悪じゃないですか。うん、足りなかったら足せばいい。そう、足りなかったら足せばいいのでっていう。溶かすやつ使うと入れた分全部溶けちゃいますよね。そうなんです、でまたちょっと2週間後にまたみたいな話になりますもんね。この目の下以外のマーキングを取りしましょうか。で、まあ、これで、まあ、ほぼほぼというか7割8割ぐらい終わりなんですけど、はい、ここからなんですよね、大事なのが。これだけちょっと残しておいてください。先ほどおっしゃってた最後のポイントっていうやつですかね。そうなんですね。ここはね、ちょっとこだわりのポイントがあって、先生、所作が美しいですねとコメントしております。嬉しいですね。ちょっとこだわってちょっとやりたいかなみたいななんかこれからちょっとなんかそうですね、なんか見ててもなんか気持ちいい所作でやりたいなって思ったりもしてますよね。ここにも安心ポイントがありますね。あ、そうですね。はい、足台を準備していただいて、あ、足台ここいいかな。だいたいここさっきみたいに下げてもらっていいですか。動きますね。うん、すごい安心感あります。ありがとうございます。それいただいて大丈夫です。じゃ
軽く起き上がっていただいてもいいですか、うん、で足し台をお願いします。そうなんです、ちょっといただいてもいいですか、はい、これで、今あの完成度で言うとなんか暗いな後ろから逆光は避けた方がよくて、はい、そうそう、一番弱くなってる光、はい、素晴らしい。で、まあ、ちょっとねごめんなさい、ライト当てちゃう、あ、まだ今度は軽すぎるね、うん、あ、ごめんなさい、いいです、いいです、ごめんなさい、あ、受注に内出血してるかどうか分かります、大体。で、ちょっとね見ていただくと、こうここのこけてるのがなくなって、で頬もきれいに入って、で、ほうれい線も、まあこれほうれい線今から調整していくんですけど、ほぼ良くなって、マリオネットもなくなって、顎がねちょっとツンとしていい感じになってるのがお分かりいただけるかと思いますね、うん、じゃあ、ありがとうございます、コメント、うん、じゃあ、今からちょっとこだわりのポイントをやっていきたいと思いますね。よいしょ。起き上がった時点でもう若々しくてびっくりっていうコメント、嬉しいです、そう言っていただけると。後ろから頭を支えして、でこの目の下の注入だけは、あ、このはこれはね、なんかね横になってやるとうまく入んなくて、うん、重力の問題ですかね。重力の問題だと思いますね、うん、なんか目の時、あの、ね、寝ていただいた状態で入れると起きた時になんかちょっと違うなみたいな。軽く目を開けてみてください。なのでこう、まあ、リクライニングシートがあればあのリクライニングのところでやってますし、先生のレーザー、先生にレーザー治療していただいてますが、本当に安心感がある話をされて通院も苦になりません。 ありがとうございます。差し支えなければ患者様の年齢を教えていただきたくというコメントがございますが、差し支えなければ、はい、40代です。 ありがとうございます。麻酔は効いてますか、痛くないですかっていうコメント、はい、麻酔効いてると思いますし、うん、あのチクっていうか違和感はあるんですけれども、激痛は一回もないです。麻酔いただいてもいいですか、うん、ここの目の下のクマが取れたのがお分かりいただけるかと思います。でここにちょっとくぼみがあるので、はい、ここもまあせっかくなので直しちゃおうかと思います。ちょっとごめんなさいね、チクッとします。でこういうのってこうなんか横になっていただいただとこう分かるんですよね、こういうのが重力ってすごいですね。そうなんです、重力をやるとこうたるみとかシワとかがかなり目立ちたなくなりますよね。綺麗とコメント来ております。お、大人気で素晴らしいです。で今もちろんこう加入でっていうのを使って、鈍視の方を使って、あの内出血になったりとか組織を損傷したりしないようにって注意してやっています。目の下も先ほどの目の上のヒアルロン酸でしょうか。あ、そうです、あのさっき申し上げた、リデンシティ2っていう、あ、ちょっと反対の方をやっていきたいと思います。そうね、なんかこう若干逆光っぽく映っちゃうんだね、うん、そうそう、顔に何か注入するのは怖いなと躊躇していましたが、このライブを見てほうれい線にヒアル入れようと決めました。あ、嬉しいですね、嬉しいですね。チクッとした痛みは腕の採血の時のような痛さでしょうかと患者様に。いかがですか。あ、腕の採血より痛くないです、うんうん、入る時にちょっとチクッとする感じですかね。そうですね、あの針先が当たってるなっていう感じはするんですが、うん、麻酔も効いてると思うので、うんうんうん、よし、じゃあこれでよしと。あ、ピアンちょうだい、うんうんうん、先生
全部で何 cc 使われるんでしょうか。全部で今日はあの 3cc で 3cc やってるんですけど、実は頭の中って人間の顔って何 cc ぐらいあるかご存知ですか。他に想像もできないですね。想像できないですよね、はい、あのこれ女の人でも3000ぐらいあるんですよ。 3000cc ぐらいあるんですよ。男の人だと4000とかあって想像ができないですね。ちょっとそうなんです、うん、あの3リットルですね。要するにほとんど水分だとすると、うん、そこにこうまあ 3cc とかなので、うん、あの変な打ち方しなければ顔が大きくなるっていうことはあんまりないんですよね、うん、1000分の1ぐらいですもんね、入れてる量っていうと。こうなんていうかな、こう横になってる時にはこう分からないようなこう歪みとかにこう入れていきます、うん、よし。でこうマーキングをきれいにお取りして、うんうんうん、まっすぐ前をご覧になっていただいて、やっぱりねここのところがちょっと気になるかな。ここが欠けてるのが、あとでちょっと入れますね、うん、微調整しながらっていう形ですね。そうなんですね、うん、結局もちょうだい、うん、丁寧にしてくださるから嬉しいですね。本当に丁寧にしてくださって嬉しいです、うん、それはね、僕もね、結構患者様にあ、こんな丁寧にやる人だったんですね、うん、どういうキャラって思われてるかなあとね、なんかそう、なんか腰低い、なんかもっとイケイケの人かと思ってますどういう人だと思うんですか先生のイメージ調査してみたいですねなんかあ、ごめん、新しいカメラもらっていい？あの一番細いやつ、うんうん、自然な感じで若々しい、めちゃくちゃ若々しいですコメント連続で。あ、すごく嬉しいです、ありがとうございます先生。ありがとうございます。後でちょっと鏡をお渡ししますので、もうあの最後の微調節に入ってるので、うん、先生、出来上がりの顔は最初からイメージできているものなんでしょうか。あ、今回はできていますね、うん、ええ、なんか時々ちょっとしづらい時が、あのそこはね、もしかすると相性っていうのが若干あるのかもしれないんですけど、なんか今回はね、あのイメージしやすかったです、うん、すごく。ここにこのくらい入れたらこうなるだろうなっていうのは、なるほどなっていう、うん、ええ、ほとんどの場合はそうですね、 あの、うん、あらかじめ分かって、時々なんかちょっとイメージしづらい、うん、時々いるかなっていうぐらいですかね。皮膚の厚さとかですかね。あ、そうですね、うん、やっぱ皮膚が厚い人と薄い人だと効果変わってきたりはするんですか。なんかあの、あとあの例えばこうたるみの、あのどうしてたるんでいるかっていうところがあって、はい、なんか例えばこう脂肪がすごく多く出らっしゃって、その脂肪でこうあのたるんでるような感じの方って、うん、ヒアロン酸だけでやるのってしんどかったりするんですよ。そうですね、その場合は何が適用になったりするんですか。その場合こう糸とか針とかでプラスのヒアロン酸とかっていうことになってくるんですよね、うん、今回患者様はこうなんかそういう皮膚 あのテンションとか、 あとたるみがものすごい強い方も、うん、皮膚のたるみがものすごい強い方も余ってて難しいなって感じ、あのちょっとこうしんどいかなってこう思ったりするときありますよね、うん、たるみひどい方は中かなというか。そうですね、場合によってはこう、はい、ちょっと手術とかにこう、はい、とか考えるかなっていうふうになってきますよね、うんうん、本当にその方によって適用が全然違うんですね。そうです、今回あの患者様こう肌のたるみ方も、うん、あのまあ、中くらいで脂肪の感じも中くらい、うん、なんかちょうどやりやすいこう感じ、うん、ちょうどいい適応っていう感じがしたいですね。ちょっとお失礼します。これあの麻酔が効いてるので患者様は痛くないと思います、うん、ちょっと失礼しましょうか。毎回こんなに微調整していただけるんですか。もっと流れ作業なのかと思ってました。これあの僕はあの前例こんな感じですね。あ、売ってるとこあったり見せていただきたいっていうコメントが。はい、どうぞ。
ちょっとずつ上がるの分かりますね。そうなんです。ちょっと僕正面にこう行かせていただいて、うん、いいですね。最後ちょっと硬いやつちょうだいよ。あ、リフトかなんかちょうだいよ。本当にこんなに丁寧にしてくださる先生ってあんまりいないイメージですね。なんかそう言われたりするんですけど、うんね、なんか結構それが普通なので、うん、先生の中だと普通という形ですね。先生の中ではそうなんです。失礼します。ちょっと立ち方します。アンパンマンみたいになってる女優さんを見てヒロロンさん怖いなと思ってましたが、とてもナチュラルでイメージ変わりました。あ、嬉しいですね。そう言っていただけると、やっぱ入れすぎちゃうとそうなっちゃうっていう。あ、そうですね。あの、これ例えば、うん、たるみを改善させるのにこう胸骨のところ、この頬骨のところに沿ってわーって入れていけば当然こう上がるように見えるんですけど、はい、それをやるとこうなんていうかな、アンパンマンみたいになっちゃうんですよね、うん、だからそうならないようにこう慎重に入れていかなきゃいけないんですよね。軽く見えちゃうんですね。そうなんです。パンパンに見えちゃいますよね、うん。まあ、でも最近はあんまりそういうことがないんじゃないですかね、うんうん、ちょっと余ったやつちょっとちょうだい、うん、頭をしっかりお支えしてちょうだい、後ろから、うん。このヒアロン酸の中にこう麻酔が練り込まれているので、あんまり痛くないと思いますね。量的には 3.5 ぐらいです。でここでこうすごいこう若返っておられるのが、こう白くなってるのがね、こう麻酔のせいで白くなっちゃうんで、ちょっとこうなんか 見にくいかもしれないんですけど、この白いのはどのくらいで引くんですか。これ2時間もあれば完全に引くと思いますね、はい。ちょっとご覧になっていただきたいんですけど、こうすごくこう若返っているのがお分かりいただけるかと思いますね、うん。今回お入れしたのはこめかみと、ほうれい線、マリオネットライン、ほうれい線とマリオネットラインはほとんど良くなったかなっていうふうに思いますね、うん。で、顎のライン、顎を入れたことで、あ、そうですね、ありがとうございます。あの横顔、ここがくぼんでたのが、前に出て横顔がすごい綺麗になったと思いますね。あと前ご覧になっていただいて、で、目の上のところ、まあ、この程度だとあの入れるメリットがあるのをお分かりいただけるかと思うんですけど、くぼんでたのがちょっと良くなったじゃないですか。でもね、調子乗ってあんまりどんどん入れない方がいいです。ここはあの少なあのちょっと物足りないかなぐらいにとどめておいた方がいいです。目の上はじゃないとこうここがポコッとしてくるとすごいかっこ悪いので、うん、ここはねちょっと物足りないぐらいにしておいて、で、見ていただきたいのはこの目のこのクマの、ところなんですね。ここもね、あのかなりなんか光の関係でちょっとこうこれない方がいいな、光の関係、そうなんですね、光の関係でね、こうこれぐらいかな。ちょっとね、なんかあの現実の、ね、仕上がりの綺麗さをねもうちょっと見せたいかな。ちょっと光の関係変えてみますね、うんうん。そう、こんな感じ。あ、これだいぶ伝わるかな。こうすごく目の下が綺麗になった感じ、うん。で、ほうれい線マリオネットすごく綺麗になったのをお分かりいただけるかなっていうふうに思いますね、うん。ありがとうございます、はい、うん。そうなんです。なんかね若干ちょっと光の関係で影になっちゃうんですけど、こ
こもちょっと考えなきゃいけないね、うん、こんな感じ、うん、綺麗、すごい綺麗、うん、すごい綺麗ですね。あ、ありがとうございます。どうぞご覧くださいませ。うん、すごく自然で、え、いかがでしょう。すごい、ありがとうございます。よかったです。え、すごく嬉しいです。はい、コメントでも綺麗ですっていうコメントが続々と。ありがとうございます。すごい優しさが増して見えます。ありがとうございます。すごくいい感じに仕上がったと思います。はい、すごく自然に仕上げていただいて、すごく、うん、あの本当に痛さも採血よりも全然痛くなく、あ、本当ですか。え、よかったです。ありがとうございます。ヒアロンさんのライブはこれぐらいにして、はい、で、あ、皆さん質問とか大丈夫ですかね。20万回頑張って働きます。あ、申し訳ない、1本から承っているので、はい、1本からでもいいと思うのと、でヒアロンさんは、まあ、三鷹院か火曜日は久我山院でも OK で、であと、最新のフォトフェイションの M22 ステラっていうのが久我山でキャンペーンをやっている、はい、で、ZI っていうパイプでこう持ち上げる、はい、超音波を使ってたるみをやるハイフっていうのがあって、でハイフのキャンペーンは、朝課題でやってるっていうので、ちょっと最後告知になりました。はい、ありがとうございます。 ZI ってあの Q プラスのそう Q プラスの最新版が、ね、なってるので、楽しみですね。ぜひぜひお得に、はい、かなりお得な設定になってると思うので、はい、もしよかったらご検討してみてください。はい、すいません。あ、で告知なんですけど、明日21時からまたインスタライブやりますので、はい、今日なんかこれ聞き忘れたわっていう方は明日またお待ちしておりますので、はい、ありがとうございました。明日も楽しみにしております。すいません皆さん、あ、最後にコメント、浜田先生の指名料とかかかりますか。あ、指名料はかからないので大丈夫です。はい、すいません、今日本当ありがとうございました。コメントも皆さんありがとうございました。皆さんありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございます。